いやでもキングあれやなえ昨日やったかなあのー、サトルになんかめちゃくちゃ言われたらもうちょっと前にしいてサトルね、うん、なんか言ってましたけど、うん、正直なんか僕から言わせてもらったら、うん、不要でもなんでもないんですよね、うん、なんかアウトローがどうのこうのみたいに言ってるけど、うん、お前よりやばいやつ何人も見てきたし、うん、俺から言わせてもらったら、うん、何もなんかそんな調子乗って言ってるのかなって。うん ザコがとかなんかオーディションの時もなんか「お前かっこいいよ」みたいなコピーってきといてなんか蓋開けで見たら「それか」みたいな何がしたいんかなみたいな感じなんですよはい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 なるほどなま正直何か何回か名前出してきてるんですけどまいてしなかったんすけどなんかさっきっていうか前の最近の動画ではちょっとイラッてして本気でいったろうかなと思ってます結構やれてたよな お前が何言ってねねって何目線で言ってねえって話やしあ,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 あれやわごめんごめんちょっとキングあの初め照らしてなかったからさ、はい、キンがもともと黒い黒いのに照らしてなかったから顔は見えへんと <laughs> 言われてるわ悔しい,いやでもほんま結構言われてたよもうなんかう、ね、ケツみたいな顔してよとか言ってケツみたいな顔って何やねんって話 <laughs> したのお前ラッパーのくせに語彙力ないねんって話し、うん、ワードセンスがなさすぎる、うん、ラッパーも下手くさいし ラップでも勝てるラップでも勝し全然試合とかブレーキングなんでも全然勝てると思うしあれはあれでも勝負ちょっとマジでイラッとしたやろそうですね正直マキと次やるんですけどマキの次サトル行ったろかなと思ってるんですけどまあテル君に負けたらもう用なしかなと思っててまあそれはそうだそうなるわな負けてるやつにわざわざ自分から行くのもあれやし勝手かのもの入れてこいって感じですねああ えあ次の,しあのあれやな試合、キングの何個後ぐらいにやろうえっと、多分結構あったと思うんですね。うんでもまあ多本番、ま分本番とか前日の記者会見とかで会うことあるんちゃうんすかうん。どうするもう、ね、か。もう何でも言ってこいって感じですよ。かまされるんじゃんいや、かまされないですよ。<laughs> かますっすよ。何感じやしてんねん <laughs> お前なんかアウトローでも何でもないよって言いたいっす。